先ほどご紹介いただきましたように、運用を、考慮した、コーポレートサイトの、実例を挙げながら、この時間はブロックエディターをフル活用した、こんな事例のご紹介をしたいと思います。あと、先にご、お伝えしますが、スライドは、この後共有しようと思っています。なので、無理にメモを取ったり、写真を撮らなくても大丈夫なように進めようと思いますので、よろしくお願いします。まず、ちょっとこの場にいる皆さんにお伺いしたいんですが、質問です。皆さんはもうすでにこのワードプレス案件でブロックエディターを利用した前提として設計と構築っていうのはされてますでしょうか？されてる方。はい。半分もいかないぐらいですね。ありがとうございます。もう、ちょうどですね、時は遡って1年、ほぼ1年前ですね。2018年の12月6日。に、今回の、ブロックエディターが採用された、ワードプレスの 5.0 がちょうどリリースされた時期になります。ほぼだいたい1年前ですね。この時期、やはり出た当初、もしくは出る前ぐらいからは、いろんな、よしあしの話が出てたんですが、今日はそれを、採用したお話の方についてのお話です。まあ、まだですね、結構、まだ見たことないよっていう方もいるんで、大体ですね、本当に大体なんですか、こんな形のブロックエディターになります。これが、紹介サイトに行くと、本当にデモができるので、このサイトを、キャプチャしてるんですね。このブロックエディターが登場したことによって、一番変わった点は、僕なりに考えたんですけど、まず第一に設計が変わったと思っています。まあ、今日はその設計が変わった、いろんなブロックエディターの話が多分今回の、セッションの中でどうなって出てるんですけど、その中でも設計が変わったっていうお話を今日は進めます。なので今日皆さんこの話を聞くときは、設計と構築がこのブロックエディター登場によって変わったかどうかを考えながらちょっとお話を聞いていただければなと思います。まずですね、お話を進める前に自己紹介を出たいと思います。本名、長谷川ヒロムと申しますが、ほぼですね、ニックネームのハムということで活動しております。多分今日もですね、Wi-Fi を見るとどっかに飛んでると思います。で、普段はテクニカルディレクターとして、この程度のエンジニアだったんですけど、テクニカルディレクションの方の、作業の方が多くなったり、まあ、最近はほとんど見積もりだったり、そういったところも作業を多くしています。あとは札幌でサックスという勉強会をしたりしております。この顔文字。左上に出ている顔文字ですが、こちらの、アイコンで活動しているので、まあ、これが出たら僕だなと、僕がいるなと思ってほしいんですが、最近ではこれが、電波に飛んでるようにこんな感じになりまして、これがですね、ちゃんとうちのデザイナーがですね、みんなに表示しやすいように、スラックとかではこのアイコンで登場しています。あとですね、サックス勉強会ですね、これがハムスターになったり、ロボットになったりしております。結構これキャラクターどっかにいると思うんで、あ、これ見たら、もう札幌のハムだと思ってください。ちなみに、札幌でその勉強会をやっているんですが、その一つ、勉強会の、いくつかやってる中の一つで、ミートアップも行っております。全国でミートアップいろんな場所で開催されていますが、まあ、札幌、まあ場所わかりますよね。札幌での活動をしております。札幌ではオーガナイザー3人で、そのうちの1人として活動していまして、だいたい2ヶ月に1回ほど、のペースで、開催を進めてまして、現在、2ヶ月に1回のペースで開催をしていて、これまで8回を開催しています。もう少しで9回目になります。で、進め方としては、当日に、ワードプレスについて質問ありませんかっていうのを、当日に集めて、当日にオーガナイザーとか参加者同士が、回答していくっていうような形式でしています。なので、当日まで何が話すが聞けるかは参加者もわかんないし、参加者が持ってこないと話が聞けないというような、そんな会議になっていたりします。ただですよ、ここ8回やったんですけど、8回の中の8回ほぼ 100% この話です。まあ、もちろん他のテーマの話とかも出るんですけど、大体こいつに直結してるような質問が、出る前から出てたんですね。まあ、もちろん、こちら、質問が出なかったから、こっちから紹介したっていう、今後変わりますよっていうご紹介もしていたんですが、これを、紹介するだけじゃなくて、出た後も参加者からは、質問はほぼこれです。なんで、まあ、毎回、僕らもここのネタさえとりあえず、更新しとけば大体話せるなっていうことがわかり、今もこんなので進めています。
その他ですね、このワードプレスのミートアップの他にも、先ほど紹介したサックスという札幌での、レコーダー向けの勉強会も開催しています。まあ、ほぼこっちの方は、2009年から開催してまして、もう今年で10年目ですね。100回以上の開催をしてまして、セミナー形式だったり、みんなでデータを持ち寄りする、小さい部屋での、開催だったりもします。この時は僕だけじゃなくて、作の特徴としては、参加者に発表してもらうんですね。その時に発表してほしい人に、ハードルを下げるっていう意味でも、3分から喋っていいですよ。皆さんも3分ならきっとなんかネタ喋れますよね。まあ、なんでお願いしてみたんだけど、これやってみて分かったことは、3分で喋って、3分なら喋ります。じゃあ3分で、ほぼ 100% 20分以上喋りますね。なんで時間のコントロールが超難しいということが分かり、だいたい3時間枠なんですが、だいたい6、7人ぐらいでほぼ、まず、時間オーバーになります。なので、この形式は最近は結構やりやすいということが分かったので、どちらかというと、これは更新の方に譲りを、任せて、まあ、最初、どっちかというと、セミナー形式の方を多くしているような感じです。ちなみに、北海道って言ったらですね、最近あれです、タピオカが有名ですよね。こんなタピオカがありましてですね。ぜひ、皆さん、北海道に来るときはですね、イベントの中の方なんですけど、この、いろんな食べ物も楽しんでもらえたらなと思います。今日は大阪ですけど、ぜひ、今度は札幌に来てもらいたいなと。はい、余談でした。本題に移りたいと思います。もう一度お伝えしますが、今日の本題としては、この新しいエディターについての、採用した、もしくはこれを、採用したための運用の話のところになります。このブロックエディターの登場に申し訳ないんですけど、設計が変わったと思ってます。で、やっぱ作り手もその設計を考えないと、設計を考えてから作んないとダメだよっていうようなことになってるんですが、意外とみんなまだまだそこの思考にできてないかなと思っています。今年の2099年の2月には、2月ですね。出たのが2018年の12月。で、それのほぼ2ヶ月後ぐらいには、会社の事例の一つとして、初のブロックエディター採用のプロジェクトがリリースされました。今日はそのお話をメインにお話ししたいと思います。採用したサイトも実際にお伝えするんですが、このサイトです。バカルディジャパンのサイトを、リリースでお手伝いしました。弊社ともう一社、別の会社も入っているんですが、その2社と、ともに、わかるように、このサイトを、リリースした、作成したっていう話ですね。で、このわかるようにのサイト、ほぼ 100% の投稿のコンテンツというのは、ブロックエディターの入力に対応した内容になっています。あくまでも投稿コンテンツですね。なんで一覧とかは、ブロックエディターじゃないところもあるんですが、ほとんどのコンテンツっていうのは、サイトから変更ができるというような仕組みになっています。で、実際にですね、ちょっとサイトの画面構成の、例を、まあ、画面構成というか、もうサイトの部分ですね、実際に見ていこうと思ったんですけど、ちょっと時間の関係上、一応キャプチャー撮ってきました。はい、キャプチャーですね。これ目で追ってるとですね、だんだんね、イラってくるんですね。ですが、大体こんな例で進めています。はい、これがトップページ。で、実際こっちブランド、バカルディジャパンって結構いろんなお酒があるんですが、いろんなお酒ごとにブランドが決まっていて、だから、一つのサイトの中に複数のブランドが、入っているというようなちょっと特殊な作り、サイトになって、構成になっているんですね。で、そのうちのバカルディジャパンのバカルディっていうブランドの中のサイト、ブランドですが、ブランドの紹介と、まあ、あと、どんなお酒かが入っているのかっていう分析と、種類、それと、その種類使ったカクテル、あとはイベント、バナー。はい。などなど。で、これがブランド。で、そのブランドの中の一致商品が各商品ですね。で、これも投稿コンテンツになっています。はい、また、ここまで来たらわかりますね。はい、流れます。で、ここではカクテルのレシピ、どういう成分なのかじゃなくて、どういう味なのかとかですね。商品の種類とか、同じ、種類でも、他にも似たような種類があるので、そのコンテンツだったり、そこから関連するコンテンツだったりというのも全部一つの中に入っています。はい、続きます。で、それを作った今度はカクテルがあるんですね。
カクテルも、全部レシピを公開されているようなんですけど、レシピ、動画があったり、今度は味だったり、あとはそれを作った他のカクテルだったりっていうのも全部入っています。で、まあもちろんこのブランド紹介と、そのブランドの商品、そしてブランドを使ったカクテルの他にも、イベントだったりニュースだったりもこのサイトがあるので、そのコンテンツもまた別途あります。これはもうこの、イベントの方のページですね。イベントで投稿された内容がまた入っています。で、結構こっちの方はですね、いろんな感じの、形式の投稿が考えられるっていうような、内容になっています。で、ここまでは普通の、時系列が必要になるようなところ、プラス、これは時系列が必要になるんですね。その前のやつは時系列も関係なく投稿が必要なものです。プラス、こうやって固定ページになるようなものも入っています。アバウトみたいなページですね。ここも入る。で、ここは、他のページと比べると、ほとんど運用が、あまりされないようなページなんで、ので、ある意味特殊なページとして存在しているページになります。他にもなんかいろんなページがあるんですが、今日ご紹介するような、コンテンツはほぼここだけで、ここにご紹介した。はい、見づらかったこれになります。あとでぜひ皆さん、戻ったら、ぜひちょっといろんなページ見てほしいんですが、その中でも、今ちょっとバーッと流れてしまったので、ちょっと見づらかったですよね。なので、この中でも、ブロックエディターだけ、抜粋した、ちょっとブロックエディターの管理画面の方から見たものも、ご紹介しようと思っています。トップページの方にですね、まず入れてある、トップページはこのフロントページっていうので、ページで構成しています。で、その中には、関連して商品情報というページがありまして、コンテンツがありまして、ここもブロックになっています。このブロックどうなっているかっていうと、カラムを選んだ後に、カラムの中に、どういう、タイプの商品の紹介の仕方のコンテンツがあるかっていうのが、右側のスタイルっていうところに表示がされて、そのスタイルで選んだ形式の、ところから、プラス、各、ちょっと見づらいんですけど、右下の方に設定というのがあって、その設定で、投稿全体から出したい商品を選べるという仕組みをとっています。だから、ユーザーが自動で出すっていうのももちろん必要かもしれないですけど、ここは自動じゃなく、一番おすすめしたいところとか、出したい情報を選択できるようになっているので、何かっていうと、大体普通、今までだったら、投稿したコンテンツ引っ張るじゃなくて、投稿したコンテンツじゃない、ここでまた画像を選んでテキスト入れたと思うんですね。それをしなくても、投稿したコンテンツを引っ張るようにして作っています。プラスで言うと、6個並べているのは、デフォルトに入っている、カラムブロックを6本取られたっていうような作りを取っています。で、商品の、商品というか、その投稿したコンテンツを引っ張っていってくるっていうのは、デフォルトではないんですね。ないので、うちのエンジニアですね、作ってくれとお願いをし、できたのがこれになります。アドバンストポストブロックですね。だから、関連商品を自動で出したいとかではなく、関連商品とか、他の投稿されたコンテンツを引っ張っていきたいっていうのを手動でやる場合は、絶対使った方がいい。今、このプラグインになってますね。ぜひ、これをメモっていただければ。で、その他にも、いろんなコンテンツがあるんですが、特にあとですね、他に突起したいのが、カクテルのページに使っているこの辺ですね。ここも、それぞれブロックを作った部分になります。一番右側、今ここに選択されている一番右側は、そうですね、さっきの、アドバンスポーツカスタム、アスポンワントカスタムブロックスを使った例が一番右側の、投稿された商品が全部出てるのが見えてると思います。これで本当に選択したものが自動的に出て、しかも管理画面で表示されるっていうような仕組みまで全部ここで活用できるっていうものになってます。まあ僕が言うのもなんですけど、これ作った人すごいなと。思ってます。誰ですかね。多分その辺どっかいるんですよ。今日は音響が音響かと思って出てるんですけどね。はい。で、その他、実はこの、コンテンツの真ん中にも、そのカクテルがどんな、甘さというか、辛口なのかどうなのかとかというのと、度数が強いのかとかっていうのを、表す指標を立ち考えたんですね。これを、お客さんから言われたときに、数値だけ出ればいいんじゃない、カスタムフィールドでいいんじゃないかって話をされてたんですけど、結局は、
ブロックとして、しかもどう表示されるかってわからないので、わかるようにするために、カスタムブロック、こちらは、用意しました。右の方に出ているようにカクテルマップの数値が右側の設定の方で選べるようになっていて、その数値を選べば真ん中が出る。で、真ん中の一応画像が自動的に入っているのは、そのコンテンツの画像を引っ張ってきているという作りを取っているからですね。そういったのをカスタムブロックというのを使えば、一応できるようになっています。詳しい話はちょっとまた後ほど。それの他にも、いろんな、この、サイトには、表組とかも出てきます。例えば、商品情報。さっきの、ブランドとか、ではないですね。こっちで言うと、その商品。で、その商品も一種類じゃなくて、同じような系統が入ってるね。その系統を表すテーブルになってるんですが、このテーブルも、ある程度、要は、スタイルのパターンを、がデザインされたとしても、そのスタイル分、ブロックで用意をしておけば、どう表示するかの、表組かつそのスタイルを選ぶというだけで、構成することができます。表組はですね、結構まだ柔軟性まだ低いような気がしているんですが、ある程度スタイルはコントロールできるようにはなっているので、最初に表組がいろんなもの、パターンが出る場合でも、用意するということさえ作れば、ある程度は、いろんなパターンができるというのは、ちょっと押さえてほしいです。表組があるってことはですね、ここも、スタイルを用意したぐらい。数字。だいたい1、2、3、数字で入れば、通常だったら、何もスタイル入ってないパターンが浮かぶと思うんですけど、ここはデザイナーさんからこうしたいっていうのが出てきていたので、それに対応したリストが入っています。で、リストを、いろんなパターンのリストが他にもあったんですね。それも全部スタイルを用意してきたっていう、そんな例です。こんな組み合わせが、できるよっていうようなご紹介でした。ちなみに、これはいろんなパターンで運用が入るページなので、わかりやすく、かつ何か変わったとしても、お客さんの方で選べるっていうようなことを前提として作っています。お客さんの方でそんな触らない、かつイレギュラーになるページだけ、は、このカスタムブロックというのを使わずに、唯一、特殊なページだけは HTML で、作るようにはしています。本当に数が少ないので、多かったらこれもブロックにしようと思っているんですが、あくまでもあのページだけっていうルールがあったので、そこの部分だけは HTML で構成しています。これ、4つブロック並んでいるところではなく、その下に入るでっかいワイドの画像があった。ちょっとさーって流してしまったんで見えづらかったと思うんですが、その部分になります。そのページに2箇所だけ、よくワイドに広がるページだったのがあったので、そのコンテンツだけがイレギュラーとして入っているっていうような状況です。もう一個だけ、ブロックの作りとかではなくて、このサイトを運用しやすくするという目的で作った、もう一つ目玉のところがあって、グーテンベルクには裁量ブロックというのが存在します。裁量ブロック、管理者から見るとですね、裁量ブロック普通に触れるし、あるんですけど、裁量ブロックした後は、その裁量ブロックの数が多くなると管理がちょっとしづらくなるんですね。なので、このサイトにはちょっと特殊なんですが、裁量ブロックに対してもカテゴリーが設定できるようにしたんですよ。で、お客さんが触れるようなところだけを抜き出して、その変更頻度が高いところ、もしくは絶対ここは触るよっていうところだけを抜き出し、変更頻度が高いところだけを左右ブロックの、一覧にしたものを、サイドバーに出し、それをそこを直接選択したら、あとはそこを運用として触れば治るよっていうようなことを、ここでは採用しました。まあ、ちょっとこれは、やっぱりエンジニアがいないとできるかどうかってわかんない部分なんですが、できるんですかって聞いたら、できるよっていうことで用意してもらった部分です。まあ、こんなように、一個の結構でっかいサイト。あらゆる角度から作りやすくするのと、いろんなブロックを用意しなきゃいけないんですけど、ほとんどは、最初から用意されているブロックのスタイルを用意すれば、だいたいできるようになっています。ただ、そうではないところもあるので、そこだけはブロックをカスタマイズするということが必要になります。ちなみに、このバカルティのサイト、大よそなんですけど、だいたいの開発期間。設計がやっぱどうしても長くなって、だいたい4ヶ月。なぜならば、この、
ブロックで作るよっていうのをお客さんに提案するのを含みで考えて4ヶ月。ブロックだけで考えたらもうちょっと少なくなったかもしれないけど、使っていいですかってところが入ったんですよ。そもそも、これがいつ出るか分かんない状況の時から実は提案を始めていて、もう、ベータ版の時にこんな感じになりますっていうのをお客さんに伝えて、お客さんもそこまでワードプレス詳しい方じゃなかったので、お客さんの前に行って、ワードプレスはこういう風になるんですっていうのを、実際にブロックをその場でデモしながら、触った状態のところをデモしたんですね。そういったところも含めての4ヶ月。やっぱりですね、お客さんが今までブロックに触ったことや、むしろワードプレスで触ったことがないっていう人にとっては、このカスタムブロックはすごいわかりやすいものになっていて、もう自分の入れたいもの、むしろ運用として、もうこのコンテンツは入れるよってものを、見た目上で編集することができるようになっているので、今まで HTML とかビジュアルでやると、これどこだっけみたいな迷っていたのが全部ブロックだけで解決するっていうようなことができるようになっています。開発が4ヶ月やったのに対して、ほとんどメインの開発っていうのは2ヶ月ぐらいだったんですね。だから、やっぱり一番かかったのは、設計の方になります。なお、その開発ですけど、まあ、2名体制ではやったんですが、そのうち1名は、ほぼカスタムブロックというか、その、JavaScript すらほとんど触ってないスタッフが、最初に始めても、2ヶ月で全然対応できる、カスタムブロックもできてしまうっていうような、実力を発揮したような案件でした。ちなみに、この、ここにはちょっと今日は紹介しないんですけど、一番大変だったのは調整の期間だったりするんですけどね。後で紹介します。で、今後やっぱり重要になってくるっていうのは、設計が何が変わるかっていうと、ワイヤーの段階、もしくはデザインの段階で、どんなブロックを使わなければそのサイトはできないのかっていうのを最初に確定させることです。だからこそこのサイトは4ヶ月もかかったっていうのはあるんですが、方法は2つです。ワイヤーの時に、ワイヤーの後にもしくはそのブロックを全部抜き出して、このブロックの全体だったら、どれぐらい制作するなきゃいけないのか、どんだけのスタイルを用意しなきゃいけないのかっていうのは全部抜き出してから作りました。ただ今であれば、必要なブロックを最初に決めてしまって、これで構成してくださいってデザイナーさんに渡して、そこから作るっていう方法もあるじゃないかなと思っています。あとは、必要ブロックがどんなブロックになるのかをデザインから判断できるようになるのが、今後のデザイナーさんじゃなくて、ディレクターさんの課題かなと思っています。まあ、例えばですけど、商品情報、6個の商品抜き出す際に、カラム6個だからカラムブロック使って6個できるようにみたいに思ってはいたんですが、それができるかどうかのところから最初はスタートしたんですね。ちなみにこれ関連商品が商品情報だけじゃなくて、関連商品としても同じような形で、かつ同じスタイルのものが出てきます。あと、似たような例で、カクテルもですね、こんなカクテルもおすすめでも同じような例で出てくるんですね。だから同じような例の時に、同じようなブロックで構成できるかっていうのも、検討のポイントが、必ず最初に考えなきゃいけないポイントです。ここの、さっき紹介したものに関しては、全部、カラム6個に選択し、投稿した他のコンテンツを手動で入れるっていうようなこと。プラス、他のページでも使う場合は、裁量ブロックにもして、他のページでも使えるようにするっていうのを工夫しながら作ったものになります。なので、ページごとで全部選択するんではなく、同じ種類のカクテルだったら同じ種類のものを用意し、裁量ブロックであとは選択するだけっていうような。そんな運用も、しています。そしたら、あとは、おすすめのカクテルが変わった場合は、裁量ブロックのところを編集すれば全部変わるというような仕組みになっています。で、ここも、考えた、6個のカラムって言いましたけど、じゃあ今度ここ。お酒だったら、お酒っていうかその裏、ラインナップだったらどうなるか。ここも結局は6カラムじゃなくて今度は3カラムになって同じ酒が入って表示がスタイル変わるよってだけです。スタイル分かるって何かというと商品の選択だけは一緒じゃないですか、さっきの6個と。だから仕組み上はほぼ一緒なんです。それのスタイルが変わるだけっていう。最初これがちょっとパッと分かんなくて、デザイナーにこの種類があるよみたいなのを渡したら、なんとか、フロアさんに渡したんですけど、結局はそれを整理してくれたのは、エンジニアフォーでした。まあそういった例もあって、じゃあ、二つの時は。けど、これに、ちょっとスタイルじゃないや。スタイル、まあ、さらにちょっと変わりますよね。
この時はと思うじゃないですか。これはまたちょっとさっきの1個せっかくの機能とまた違って、これ全体で、同じ種類、同じカテゴリーのものを全部引っ張ってくるよっていう機能に変えています。あとそのさっきの、プラグインですけど、1個の商品だけじゃなくて、好きな商品、カテゴリーのところの何個出すっていうような仕組みも、そう、懸念と搭載されています。なので、同じカテゴリーの商品全部を引っ張ってくるっていうようなのをここで実装しています。はい。いいぞ。めっちゃ熱いですね。もうちょっと汗かいてきました。はい。その他にも、まあ、同じようなもので、カクテルの紹介も、なんとか使ったカクテルっていうのが2つあります。これも全部、同じ仕組みです。見た目はちょっと違うんだけど、似たようなとこから出してくる。これはさっきの6カラム、3カラムと同じで、今度は2カラム。2カラムバージョンで、商品を、他の商品を選択するってだけです。なので、割と、サイトを全体で精査すると、割と似たような機能さえ作っておけば、あとはカラム数が変わる。もしくは表示スタイルが変わるってだけの、ほとんど同じ機能で作れるっていうのが、わかります。だからこれ、カクテルですね。これは何とかを使ったカクテルであり、実は同じベースのカクテルっていうのもあって、まあ、結局同じなんですけど、似たようなブロックに関しては全部同じようなことで作れます。で、もう一度お伝えしたんですけど、これを決めたのは、もうエディターが出るって言った2018年の8月の時点で決めたんですね。もう絶対これに変わるだろう。なぜならば、運用者にとってはちょっとやっぱ触りづらい、運用者じゃない、今まで、ビジュアルエディターに慣れてしまった人にとっては、すごい扱いづらくなった。もしくはバグがあるだろうという懸念もあり、対応されない人結構いると思うんですけど、けど僕らはこれは絶対来るだろうという確信を持っていました。なぜならば、これは全部コンテンツだからなんですよ。何言ってるかと思うんですけど、カスタムブロックさえ作れば全部コンテンツにあれ入ってるんですね。カスタムフィールドじゃないんですよ。自由に入れたいんだけど、カスタムフィールドじゃなくて、全部このコンテンツ、ザコンテンツで、テンプレート上はザコンテンツ一つだけ出せるんですよ。それがとても強い部分だなと思っています。要はデータベースとしてもザコンテンツ取るだけなんですよ。つまり重くなりづらいっていうのが特徴となります。だから開発段階でその採用を決めた理由としては、まず今後というかもうすでにそうですけど、標準になる機能を最大限利用できるだろうと思う方なんですね。何よりも、僕ら、ちょっと作りづらいかなっていうのもあったんですが、クライアントにとっての利用のしやすさを取った場合、やはりどうしても見た目上、表示されるものと同じものがほとんど使えるっていう点では、カスタムブロックで作る方が断然、使いやすいし、利用しやすいだろうと。お客さんにも聞いた結果、やっぱり採用されたので、それを優先しようと。あと何よりもですね、弊社のこだわりでもあるんですけど、カスタムフィールドはできるだけ利用を避けたかったんです。カスタムフィールドを作ることで、いろんなトラブルになったからですね。まあ、なんで、何よりも、カスタムフィールド前提の設計の、設計とか構築を避けたかったんですね。これが、根底にもあったからこそ、カスタムブロックが出たときには、もうこれでいこうというような設計を、対応しています。実はこういう、カスタムフィールドできるだけ使うのやめようねみたいな話って、今に始まったことじゃなくて、僕らは結構前の2017年のワールドカップ東京にも登壇しているんですが、その時から同じようなことは言っています。その際も設計の話はしているんですけど、その当時は、その設計大丈夫なの？無理ない？ちゃんと運用と投稿とちゃんとできるの？って話をしています。で、スライドも上がってますし、動画も上がっているので、ぜひこちらの方も興味あれば見てください。その際に僕らが、お伝えした部分に関しては、多分みんなの動画かと違うかなと思うかもしれないんですけど、理想といえばデフォルトのテーマに変えても運用できる体制にしようというのがポイントでした。当時から伝えていること。さっきもザコンテンツでさえ作れば、カスタムフィールド引っ張ってくるわけじゃないから、中身は、まあ、崩れるかもしれないけど、表示ができるっていうのがポイントです。主題としてはやっぱですね、外観とコンテンツを分離するというのが、主題にあるわけですね。
というのも、ワードプレスを使う、一番の理由って、こう、ワードプレスで構築するメリットとしては、プラグインとか、テーマが豊富にあって、それらを使った拡張性豊かなものだからと考えています。ただ、結構いろんな会社で、もしくは僕も結構昔陥ったんですけど、カスタムフィールドがさえあれば何でもできるじゃんというのを考えに一応あったんですね。で、カスタムフィールド、良し悪しがすごいあると思っていて、まあ、もちろん、いい点としては、そこさえ入力すれば、お客さんの必要としているコンテンツが全部出来上がるよっていうのはあったと思うんですよね。決まった入力を、そのカスタムフィールド作ったところにさえ入力してもらえば、数値だよ、もしくはセレクトだよってさえ入力してもらえれば、予期せぬ使い方って絶対防げるじゃないですか。だからこそ、決まった、入力フィールドさえ用意して、いれば、もう、どこに何を入力するのかさえ明確にしていけば、崩れることもない。運用もしやすい。お客さんもハッピー。制作者もハッピーみたいなことを言って作っていたと思うんですね。制作者のハッピーって本当かと思いながら当時もあったんですが、結果、何が起きたかっていうと、制作は実は軽くなってないんですよね。カスタムフィールドを使ったことによって、負担が増加したと考えています。何よりも、テーマを変えたいってなったときに、テーマにこのカスタムフィールドの値を全部入れ直さなければいけなくなるので、ほぼカスタムフィールドを前提に作ると作りきり大前提の事案になってしまうんですね。かつ、お客さんにこんなフィールドが欲しいんだけどって言われた場合、用意してなければやっぱりそのカスタムフィールドを用意して、テンプレートでも使えるようにしてっていうような二重の作業が必要になりました。まあ、なので、その、追加が、特に運用を混合していくことによって、テンプレートは複雑化し、かつ、制作工程は、どんどん増加していく。かつ、メンテナンスコストも増加していくなっていうような、そんなことがあったんじゃないかなと思います。僕らは少なくともありました。ね、当時は思ってたんですよ。素敵なワードプレスサイトはそういうもんだと。ね。燃えませんでした、皆さん。燃えてません？大丈夫？まあ、なんで、ちゃんと、普通の、テーマ作成だけじゃなくて、テーマ、ワードプレスの案件をやるときは、テーマを作るような人は、絶対これを読もうというのが、あって、それがこのテーマハンドブックです。まあ、翻訳されてるものもあるんですけど、これを絶対読みましょうというのを、最近ですね、ズームアップっていう勉強会がオンラインであるんですが、そこで発表されたこんなですね、ワードプレスのテーマの作り方2019、私のベストプレスと発表された方がいましてですね。すごいいい内容でしたね。どこの方ですか？さっきご紹介した JavaScript できなかった人ができるようになったという方が、発表しています。まあ、なんで、これは、まあ、今日は、こういうのがあってるよという紹介ぐらいなんですけど、実案件も含めてテーマ作者って、実案件のテーマを触る人は、ぜひこれは必読としておいてほしいなと思います。まあそこでも思うんですけど、設計をどうしても最初にどうしても頑張らなきゃいけないので、ワードプレス案件って簡単じゃないんですよね。ワードプレス案件って僕らにとってはすごい難しい案件だと思ってるんです。昔に比べたらっていうのも、昔は知らなかったからっていうのもあるかもしれないんですけど、いろんな機能が増えていって、かついろんなことができるようになったからっていうのもあると思います。まあ、なので、ワードプレス案件が出たときは、設計も制作も、何よりも難易度が増えた、と思っています。で、当時はちゃんと考えてた人がいたかわかんないですけど、運用を踏まえてこの仕様って決めてるのかなというんですね。今後は、グーテンベルのブロックが出たことによって、運用も踏まえて、お客さんはどういうふうな運用をするから、どういうようなコンテンツを入れるから、そのブロックを運用しなきゃいけないんだというのを考えながら、仕様を決める必要があると思っています。なので、運用時にどういうその、入力が必要だから、どんなコンポーネントが必要なのかっていうのが設計に必要になります。あともう一つとしては、やっぱそれを実現するのがブロックエディターなので、そのブロックエディターがどんなものなのかを理解する必要がまだあると思います。僕もまだ全部を理解しているわけではなく、ちょっとまだ使ってないこともないブロック結構あるんですね。まあ、なので、どんなブロックが基本にあるのかを理解をし、そのブロックが、デザイナーが特に HTML がどんな形で出力されるのか、そしてそこにはどんなスタイルがついているのかというのは理解する必要があると思います。
結構ここが学習のコスト今上がってるかなと思いますが、これさえ理解してしまえば、運用時の、お客さんのやりやすさというのはすごい上がるものだと思います。まあ、なので今後必要なのはコンポーネント、そのブロックという単位を意識した設計とスタイルの、制作になります。まあ、場合によっては、カスタムブロックというカスタムした項目も必要になるんじゃないかなと思います。もう一個だけ、難しいというか、これドハマりするよっていうのが、ブロック間の余白です。最初に紹介したこのバファリンの案件の結構最大の、ポイントだったのがこの余白の統一で、統一じゃなかったんですよ。この H1 の数、このスタイル、まあ、ちょっとあれ、極端な例ですけど、バカルの例じゃないですよ。この H1 の時のスタイル、このスタイルの時は、その余白、その下の余白のピクセルで、どんだけ開けてほしい。もちろん、スタイルのとこを作ればいけたかもしれないですけど、今の話だったらいけるかもしれないですけど、例えば2カラムのブロックが入った時の下の余白は、かつ、その下に続くコンテンツは何かによって余白を開けたいみたいなデザイナーさんのこだわりがあると、まあ、ほぼ死ぬかな。まあ、なので、デザイナー側は確かにこだわりが強いのはわかるんですけど、その余白で、その余白を決めるのこそに、どんな、コストがかかっているのかを理解してほしいかなと思ってます。まあ、なので、ブロック間の、かける余白っていうのは、ある程度統一して作った方がいいなと思っています。まあ、結局のところですね、まとめに入っていきますが、制作の何が変わっていったか、のまとめになります。結局のところ、変わったのっていうのは、運用も考慮したブロック設計が必要になったかどうかだと思ってます。まあ、もちろん今までも、それを考えながら HTML 書いてた人はいると思うんですけど、よりそれが必要になったと思ってます。だから用意したブロックだけで、すべてのページが構成できるかどうか。なので、用意するブロックが多ければ多いほど、工数はかかりますし、時間、コースがかかるし、設計もかかると思ってます。まあ、お金もかかるってことですね。まあ、ブロックでできる分、本当にそれ、ブロックでできないのっていうのを考えなきゃいけないので、今までカスタムフィールドで頑張ってた分は、ブロックでできないかなっていうのは、まず考えなきゃいけないと思ってます。まあ、もしも利用するとしても、例えば、投稿日の他に何か管理しなきゃいけない日。例えばですけど、うちらもなくしたわけじゃないんですよ。使ってる例もあって、例えば、イベントの開催日とかね。投稿日をイベント開催日するのはありだと思うんですけど、イベントの開催日が複数ある場合とかは結構あると思うので、そういう時は、コンテンツの、また別のところに必要なものにもなるので、それともカスタムフィールドでもいいかなと思います。それの準備に並べなきゃいけないところもありますからね。まあ、そういった、このコンテンツは必ず、ブロックにしなきゃいけないという話でもなく、本当にそれは、カスタムフィールドじゃなきゃいけないのとかを含めて考えなきゃいけないポイントだと思います。つい先日ですね、そういった、もうブロック設計についてどうだったのかっていうのが、こんな記事も上がってました。英語の記事なんですけど、ちょうど1年、グーテンベルクが出て1年経ったけど、どう変わったのかみたいなのがあります。ぜひこの記事も読んでほしいなというので今日はご紹介します。まあ、中身についてはちょっとお話ししないんですけど、これの記事をぜひ読んで、プラス、そのコメントも読んでほしいんですよ。コメントを見ると、いいよって記事だけじゃなくて、コメントを見ると、やっぱ否定も入ってるんですね。だからいろんな意見もあるんだけど、その中でも、じゃあどう変わったのか。自分たちはどう進んでいくかは、いろんな人の意見を聞きながら、やるべきかなと思っています。はい、まとめです。ブロックエディターが登場したことによって、設計はとても変化したと思っています。まあ、なので、今は、昔に比べたら、その設計がとても重要になったと。今日はその話で締めたいと思っています。設計するだけじゃなくて、ちゃんと、その作った後、お客さんがどういう運用をするのか、もしかしたらお客さんじゃなくて自分たちかもしれないですね。なので、その運用を考慮した設計、かつ、今までカスタムフィールドで頑張ってた方は、カスタムフィールド本当に必要かどうかの、その設計も見直してほしいなと思います。そのため、一番言いたいのは、使いやすい、メンテしやすい、ワードプレスのサイトを今後は心がけてほしいなと思います。はい。この時間は設計、そんな設計の話でした。なおですね、今日、ブロックの、お話はしたんですけど、ブロックの種類とか、このブロックがあるよとか、種類とか、こんな作り方できるよみたいな話は、実はちょっと入れてません。まあ、もちろん、こんなブロック作れるよみたいな話はしました。けど、まあ、そういった話はですね、ブロックの話は、ちょっと、
後で出る方にお任せしようかなと思っておりますので、この後、2番2の方ですかね、登壇がありますので、内容を見てください。なお、もう一回、宣伝になりますけど、テーマ制作の周りの話は、ぜひ、このスライドを、プラス、これを投稿すると、プラグじゃないブログが出てきますので、こちらの方も読んでいただきたいなと思います。以上になります。ご清聴ありがとうございました。